3年式機関銃は、1914年大正3年に正式化された大日本帝国陸軍の正式機関銃です。生産は当初東京砲兵工廠で行われ、後に東京ガス電気会社に生産委託、推定3000丁が作られました。大日本帝国海軍でも3年式機砲及び3年式機銃の名称で使用されていました。3年式機関銃の開発経緯。陸軍はそれまで世界各国で評判の良かった機関銃ホチキス機関銃の使用弾薬を30年式実砲に変更の上、フランスから輸入または国産化した保守機機関砲と、それをもとに南部キジロウが改良を加えた38式機関銃を使用していました。しかし銃身が加熱することにより銃身寿命が短いといった欠点がありました。そのため明治末期に入ると銃身の冷却に水冷式を採用しましたが、水の確保などがネックになるため野戦には不向きであり、放熱効果を高めた空冷式の機関銃開発に徐々に研究は移っていきました。3年式機関銃の登場。1909年、明治42年、いくつもの銃器の開発を行ってきた南部キジロウはこの時期主力機関銃の開発を進めました。当時の機関銃の欠点は操作が複雑で、機関部が壊れやすい、銃身の放熱不備などが挙げられました。そこで南部キジロウはこれらの欠点を極力修正し、1914年大正3年に3年式機関銃として正式採用しました。3年式機関銃は38式機関銃と比べると以下の点が修正されました。破損しやすい閉鎖器を肉厚にして破損を防いだ。また破損しても簡単に交換できるように改良した。幽閉を改良し、薬莢の破損や雷管の脱落を防止した。補弾板の送り機構を歯車式から水平往復運動式に変更して、装弾中に補弾板が跳ね上がることを防止した。補弾板の加工精度の甘さから弾を装填してもまっすぐに前を向いていないことがあったが、それを修正した。塗り油装置の油入れの容量を増して、銃弾だけでなく機関部にも投与されるようにした。補弾板挿入口の下部にガイドローラーを装備、保管運搬時に折りたためば挿入口の防塵カバーとしても利用できるようにした。廃車屋口に防塵カバーを装備した。閉まった状態のカバーは幽閉が前後動すると自動的に開くが、その後は開いたままとなるので再度手で閉める必要がある。激発不良を防ぐためにボルトの交代力が不足の時はボルトが前進しないようにした。銃身の空冷効果を高めるため放熱フィンを増加した。銃身と放熱筒を別部品とし、銃身外側と放熱筒内側を密着させるための金定管を装備し、銃身交換を容易にした。ただし敵前で迅速に銃身を交換することまでは意図していない。三脚架を背打ちの姿勢のまま容易に高さ調整できる様式に変更した。また運搬用ハンドルや棒銃を取り付けることができるようになりました。銃床とピストルグリップを廃し、両手で支持するアクハに変更した。一説には薬莢の薬室への貼り付き防止のため38式実砲の減装弾を使用した。3年式機関銃の実戦での活躍。3年式機関銃の開発後、初陣を飾ったのは1919年大正8年に起こったシベリア出兵で、寒冷地においても確実に作動する3年式機関銃は兵士の間でかなり評判が良かったそうです。さらに命中精度はかなり良かったと言われています。日本陸軍の射撃実験では高三太日の根で言えば300メートルで水平方向115ミリ、垂直方向138ミリで、1000メートルの距離では水平方向509ミリ、垂直方向620ミリという結果でした。この結果は1000メートル先の立っている兵士に射撃した場合、5発撃てば1発は当たる計算になります。この射撃精度は38式歩兵銃よりも良く、
文字通りの狙撃ができたと言えます。しかも、重機関銃は、がっちり固定された三脚の上で射撃するために、歩兵用ライフルのようにぐらつきがないために、戦場に出ても、訓練時とほぼ同じ射撃精度が期待できたと言います。その後、満州事変や、第一次、上海事変、日中戦争に至るまで活躍しています。また、日々の機関銃整備をきちんと行うことにより、数百発撃っても故障が少ないといった信頼性がありました。この機関銃に対し、南部キジロウも、38式機関銃は、射種の技量で性能が左右したが、3年式機関銃は、誰が撃っても性能は変わらないという名言を残しているほどです。後に、彼はこの功績で、勲二等瑞宝章を授与、さらに、工学博士の学位も取得しました。三年式機関銃のその後の活躍。三年式機関銃の導入により、陸軍は野戦における機関銃の使用域が拡大しました。しかし、第一次世界大戦後に発展してきた戦車や航空機といった兵器に対しては力不足が目立ち始めました。つまり、6.5 ミリ弾という小口径弾薬を使用する本銃は、確かに人間相手の戦闘では威力を発揮したのですが、相手が装甲車では全く歯が立たなかったのです。1925年、大正14年には対空用三脚に乗せた高射機関銃が採用されました。しかし、その照準器は射距離600メートルに固定されており、最大射程でも高度1000メートルを速度 200km 毎時以下で飛ぶ航空機相手でないと有効ではなかった。残念なことに、当時の航空機は、はるかに優れた性能を発揮していたので、とても、この機関銃では撃ち落とすことは困難でした。さらに、使用弾薬には栄光弾がなく、対空射撃をしても、どこを射撃しているかわからない、修正射撃ができないといった欠点もありました。そのため、日中戦争では、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の航空機を装備した中国軍飛行隊には今一つ効果がなく、11年式軽機関銃の登場や、3年式機関銃を改造し、口径を上げた92式重機関銃の登場により、1933年、昭和8年から3年式機関銃の生産は打ち切られました。ただ、92式重機関銃自体が、すぐには全部隊には行き渡らなかったため、生産中止後も、しばらくは各部隊で使用されました。車載用に改造した改造3年式機関銃が、ルノー小型戦車やルノー大津型戦車やマーク A ホイペット中戦車や89式中戦車に搭載されました。試作型とは別に、92式重機関銃の 7.7 ミリの92式ジッポーを使用できるように改造された3年式機関銃も存在し、92式重機関銃と併用されていました。改造型は、銃本体に、海の文字が刻印されていました。改造型の3年式機関銃は、92式重機関銃として扱われました。3年式機関銃の航空機関銃への転用。3年式機関銃は、陸軍初の航空機用旋回機関銃の原型にもなりました。3年式機関銃を布団体球弾方式に改造した姿勢機関銃は、1918年、大正7年、3月に、模式6型偵察機に搭載され、試験を行い、4月から部隊運用が開始されました。しかし、撃ち終わった後の布団体が、風でバタついて絡まったりするなど、不具合の原因になることや、発射速度が低いことなどの不満がありました。そこで後に、双弾子、球弾方式で、連装化によって、発射速度を、毎分1400発に高めた、89式旋回機関銃が開発されることになりました。日本海軍での運用。3年式機銃として、峰風型駆逐艦をはじめ、大正時代に建造された艦艇には、対空装備として搭載されていました。3年式機関銃の備品類について。最後に、この銃の備品について紹介します。3年式機関銃の備品は、銃単体用と1個機関銃中体用、つまり、機関銃6丁用の2種類がありました。
銃単体の備品は、銃カバー、分解工具、予備部品、洗浄棒などがありました。また、一銃に一本の予備銃身があったようです。機関銃中隊用の備品は、補弾板修正器、工具セット、つまり万能ハサミ、万力、砥石などと、携帯側縁機、予備部品、脚張り、バネエキストラクターなどと、予備銃身3本などがありました。また、他にも、脂肪肝と油肝があり、脂肪肝は、ワセリン 650g×4、複合油 650g×2 で、油肝は、常用香油、つまり、機械油 700g×8、内容物不明の油肝 700g×2 がありました。油類が多いのは、確実に作動させるには油が必要不可欠だったためだと考えられます。機関銃中隊用備品は、コウとオツの2種類あり、前者は歩兵用、後者は騎兵用でした。中隊用備品は 25kg という重さだったので、2つに分けられていました。馬を使っての移動が原則でしたが、場合によっては、兵士の背中に背負うことになりました。ただ、弾薬箱と違って取っ手がついているために、人力搬送の場合は、背嚢を背負ったまま、2人で運んだと考えられます。ご視聴ありがとうございました。もし、良ければ、もう1本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。